43歳ダンスが済んださんです。トイレの正しい座り方でご存知でしょうか。はい、洋式トイレです。洋式、はい、もう正しい座り方なんかあんの。いつもどうやって座られてますか。ここでやる。はい、普通にな。はい、普通で言うとまあこうやろ。こうですね。これはもう全然違う。ダメみたいです。どういうこっちゃな。はい、え、答えがあんの。いや、答えあります。これが実はえ、良くなかったです。マジで。お尻にとってもこれがその腸とかにとっても、はい、もうこれでちょっとこうかがむなんてもう最悪らしいですよ、これ。え、嘘だったんですか。なんか、うん、俺の勘な、うん、まずこの、これで気づいたけど、うん、この座り方だったら、うん、これ横これぐらい広くてもええやん、便器が。つまりこれぐらいよ。でもさ、便器ってこれぐらいで区切られてるやん、うん、はいはいはい、つまりこれまたぐためやん。ここおお、あー違います。違う。あっあっあ、なんでこれだよ。順番やろ。いやでも俺これでももうこれだ。違います。うわあ、もうないよ。もうそうなんだ。ちょっと待って、思いついたよ。座る、立ってないよな。座ってんの絶対。あ、座りです。座りですけど、そのこのね、考え方がちょっとね。えいや、こうやったらこれと一緒やん。一緒じゃないですか。そっか、方角が違う。こっちも一緒か。もう、大ヒント言いましょうか。ヒント、ヒント。和式トイレです。嘘やん、だってさ、それやん。上、上、上、え、上ってこと。いや、だってさ、上に座る。上にこう、足、こういうことで、こういうこと。いや、でもね、こうじゃないんですよ。え、はい、これを座った状態でやるとしたら、もうじゃあ正解言いましょうか。やって。写真、あ、僕やりましょうか、じゃあ。本当はこう台があるのがいいんですけど、あ、こうです。え、足上げて、足を上げる。え、この、こうです。あ、台があるとなおいいってこと。はい。へぇ、こうだと、もうやっぱ和式トイレのあのやり方が一番この便を出すにとっては一番スムーズに出るんですね。だから洋式でこの形を取らないと無理に息んでしまったりとかするので。それは日本人にとってなの、それとも、こう、あ、もう全部全世界、全世界。それやったらもうトイレ側がそれ作っといてくれんとな。そう、でも最近分かったから。あ、最近分かったから。そりゃそうか、最近分かったから。うん、そりゃそうか。へぇ、35度足を上げるのが最もいい、出しやすい台を。え、でも冷ました方がいいね。あの、お風呂とかに。でもさ、そうそうそう、でもさ、この状態でな、もし勃起してる時あるやん、うん、はいはい、うんちしながら、はいはいはい、こうおしっこしたらこういっちゃうよ。違う違う違う、あれはこの状態でこういっちゃうよ。収めますよ。え、はい、やろうとしてる時は収めますね。収、うんうん、めるってどういうこと。いや、だって勃起してたら、うん、そのまま行くから最初に絶対おしっこ出るでしょ、うん、いや、途中で来る時あるやん。そんなのある。え、あるよ。いや、お前すごい性癖やな、そのなんか。いや、朝座ってから勃起するんだよ。いや、ない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 よ。違う、座ってから勃起し始めるんちゃうで、はい、もう朝、例えば起きて勃起してる状態で、はい、あ、うんちしたいなって言って、はい、うんち行きましたわな、はい、こういう状態やん。こういう座ったら、はい、まだこう座ってたらこういう状態やね、はいはい、だからちょっと押したらこう下に。そうですね、はい、確かに。こう座っちゃったらこうやね、絶対上に上がってる。上に上がっちゃいますね、うん、はい、こうなってまで。なってんのね。必然的ちょっと思んないから。そんな格好おしっこ飲められる。